手作りの模型の魅力を知ってもらおうと、県内の模型愛好家のグループが佐賀市で展示会を開いています。この展示会は県内の模型愛好家で作るポンコツクラブがプラモデルなどの手作り模型の魅力を知ってもらおうと毎年開いているものです。会場には戦艦や飛行機、アニメのキャラクターなどの模型およそ150点が展示され、21回目の今年はビッグスケールをテーマに大きい模型も展示されています。こちらはドイツ軍が使用していた重戦車キングタイガーです。本物の16分の1のサイズで作られていて、長さおよそ50センチ、高さ25センチほどあります。実際の戦車と同じ塗装が施されていて、製作に2年かかったということです。小豆みたいな顔の大きさに目玉を瞳まで塗装すると、その表情を出し切る塗装ですね。それを感激してもらえば一番我々も嬉しいですけど。この展示会は今月22日まで佐賀市立図書館で開かれています。